何？NPC か。はい、勇者です。こんばんは。また今日も多くの村を焼くぞ。ちょっと一つ魔法を覚えてたんでね。まあ。オークたちに狩られていただきましょう。行くぜ。新しいやつね、ポイズンレイン覚えてきましたね。でブレイズ、こっからですよ。もうこっからもうアイスボールですよ。もうアイスボールですよね。いやあ、あんま強くねえな、ポイズンレインな。これでノアパウダー1個って、なんか割に合わない気もすんだよな。でもね、なんかまあおかげでね、ちょっとね楽にはなったんすよ。そう、実はねちょっと見ていただきたいんですけど、筋力上げてきましたね。筋力、あと持久力と生命力だね。どうしてもね筋力だけは上がんなくてね、まあ魔法を使ってるとね、まあ持久とか生命力なんてのはまあ殴られれば上がるもんなんでね、なんとか上がってますけど、筋力だけが上がんなくて、もう多く勝ってももう戦利品が持ち帰れないと、いうね悲しいことがまあ多発していましたんで、とりあえず筋力もう採掘やって上げてきました。もう、やっぱ失敗すんな。まだブレイズ打つ必要あるかな。あ、でも足の上にはなるよな。ヒットストップできるもんね。ヒットストップさせて、足を遅くさせることができるから、栄翔がもっと速ければね、使えるけど。行って、その距離から殴れんのかよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。あ、でもね、ちょっと生命力上がったからね、受けるダメージもちょっと減ったね。よいしょ。あれ、まだ死ぬね。はい。よし、どうすか。こう結構戦えるようになったと思うんだよね。まあ、一回一回メディしなきゃいけないから、まだちょっと精神力だっけ？あ、知能か、MP に関係するのって。どっちだっけ？精神がこう、魔法攻撃力は。なんかちょっとあんま覚えてねえな。まあまあ。勇者はね、そんな細かいこと気にしないんですよ。だからこれでね、重量がね、結構持てるようになったんでね、今まで、前回まで多分ね、筋力10いったんですよ。だから、重量をね、多分20ちょいしか持てなくて、でも、スリーピーホローとかのせいで、重量がね、結構、カツカツだったんですよね。もう、しょうがない、これは。よし。ブレイズ入れて、ブレイズいらないかもしんねえな。でも、俺は多くの村を焼くって言ってるからね。一発ぐらいね、炎の魔法入れとかないと。なんか納得いかないんだよな。よし。まあ今日はほどほどに戦っていきましょう。これでね、おかげでまあポイズンレイン変えたわけなんですけど、次の魔法はまあ俺の次はそうだね、フリーズ
買おうかなと思ってるんですよね。まあポイズンレインと同じ、うん、レベルの魔法なんですけど、うん、あれは確か移動速度を下げる効果があったはずなんで、また失敗したな。結構失敗すんな。あー、なんか余計なの引っかかったな。もう一匹の方にホーリーブレス入れて、ポイズンレインを打ち込んで、ダメージを蓄積しておくか。ていうか、あいつ立ち止まっちゃったじゃん。ちへえ、あいつ何やつ、何しとんや。あいつ、あと一発で死ぬな。マイナーバースでいけねえかな。あ、行ったわ。ちょ、ネギ。あれ？あ、いた。あんな遠くに。あいつ、おっせえな、足。あ、でも2匹。まあ、同時に相手しても、なんとかなるはなるか。あ、いけるね。やべ、強くなっちまったな。あ、だいぶ強くなっちまったな。この俺もよ。でもね、ここまで上げてもまだ旅人なんですよね。今、破壊魔法いくつだっけ？破壊魔法全然上がんないよな、ここじゃ。あ、でも 29.6 か。もうすぐ多分、明治とかになるのかな。そしたら旅人卒業だね。いや、実はね、一回ね、アースワーム戦いに行ったらね、ぶち殺されてね、回収したら破壊魔法見事に下がりやがってね。何あの豚めっちゃいっぱい追っかけてきてるけど、大丈夫あの人。ん？あれ？あ、そうか。一発目のダメージが入るまで、判定ないのか。あー、いやー、でも、あー、やっぱこの DOT は結構便利だな。一応、毒ダメージが入るときもヒットストップするからね。いや、動きがちょっと止まるだけでも、こっちは距離取りやすいから、いいかもしんないね。いや、やっと、なんか、魔法、破壊魔法の実用性が出てきたね。アイスボール以外のね。これまでアイスボールしか役に立たなかったからな。そう考えると、いやー、戦いやすくなったね。ホーリーブレス。あ、失敗しちゃった。これで、あれだね。マナプレとか覚えたらすごい楽になるんだけどな。マナプレッシャー、MP の消費を抑えるやつですね。あれが使えるようになれば、まあまあ結構戦えるんじゃないかな。マナプレっていくつから ?40 か。多分。確か。あ、40じゃないか。30か。ん？わかんねえな。ホールドとかが、ホールドが60だった気がするな。スペシャリティかな。ホーリーブレスが20。マジックブースが30だね。じゃあマナプレが40だね。そうだな。マナプレあると結構楽だな。ホーリーブレス、ポイズンレイン。この戦法いいね。もうだいぶ確立できたわ。まあとにかくアイスボールが栄翔が早いし、威力もそこそこで使いやすいね。やっぱアイスボールは確かなんか高レベル帯になってもなんか割と使ってた気がするな。なんかとどめ刺すのに使ったりとか結構してた気がするね。多分、ずっと使っていける魔法だと俺は思ってるけど。お、やった！ついに破壊が30に。いやー、やったね。この後はそうだなー。これ、こっちの弱ってるオーク歩兵にポイズンレイン入れて、で、こっちにも、
こっちと戦ってりゃいいのか。あいつ勝手に死ぬでしょ、そしたら。よし。あ、まだか。だからこういう時にポイズンレイン入れて、あれ ?MP 足んないかね。足んないね。あ、ブレイクじゃないか。入れて、まあ、あっちを回収しに行くと。うん。こんな感じだよね。戦い方としては。あー、やっと初心者マッケーだな。よし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 。うん。これね、手に入るお金もいいんだけど、割とこの多くの肉が高く売れるんでね、NPC に。そこそこ、最終的にそこそこいい金にはなってるね。うん。ね、ここがね、だいたい20時ぐらいで多くが消えてしまうんで、とりあえずそこまでは買って、うん。それが終わったら、まあ多分その頃にはもう重量もちょうどパンパンになってると思うんでね。うん。そしたら別の狩り場をちょっと模索したいんだけど、次どうだろうな。俺的にはその墓嵐行きたいんだよね。まあなんで墓嵐がいいかっていうと、まあムトゥームからのアクセスがめちゃくちゃいいって出てるんですよね。うん、結局ムトゥームから行こうが、もうここアクセス悪いからね。うん、あんま狩り場としては、うん、良くないっていうかね。うん、あ、まあだいぶノアダストも消耗してきたし、本当にちょうどいいぐらいかな、帰るには。これで帰ったらちょっとフリーズとか買っちゃってもいいかもしれないな。フリーズ買って、うん。で、ちょっと一旦ね、枯れるかどうか、墓嵐のところにね、うん、行ってみようかな。うん。あ、やべ、失敗した。あれ?やべ、成功しねえ。くっそー。あー、痛い。やべやべ、MP がね、MP がね、あー。いやーやーやーいいよっす。おーい。何?あ、コンデスマインドだ、これ。ありがとう。あー、そういえばねー、なんか、あれ欲しいんすよ、俺。ドゥーリン一式欲しいんすよね。なんか、昔もあれ着てた気がする。確か、全属性の耐性が上がるはず。その代わりなんか無属性の耐性が下がるんだけど、まあ、どうせ、逃げ撃ちしてるんなら、攻撃食らわないからね。魔法とかの耐性上がるんならいいかなと思って。まあ、昔もなんかドゥーリン着てたんでね、うん、なんかちょっと、個人的には、うん、思い入れがある装備なんでね。あれ、誰が落とすんだっけ?確かオルバンとかが落とした気がするけど、あんまり覚えてないな。コンデンスマインドかけてもらったおかげで、だいぶ MP の減りが少ないね。いやー、やっぱコンデンスマインド欲しいな。あれ回復だっけ、コンデンスマインドって。あー、覚えてないな。多分回復だったと思うけど。まあ、あれもそうだね。あれとマナプレと、うん。ミルクティーはね、まあ、使っていきたいですよね。うん、最終的にはね。またそういえば、あれな、ログボード消したまんまだな。まあでも、もうなんか、左上見る癖ついてきたから、まあ、最悪、表示してなくてもいいかな。うん。さて、あ、まだ19時だね。もうちょいいるかな?もうちょいいけるかな?あれ?でも19時で消えちゃうのかな?あ、まだいるな。てか、地形な。あー、まあいいや。こんぐらいあればいけるだろう。なんかね、ずっとここで多く焼いてたけどさ、なんかだんだんちょっと、あれ、多く可愛いのではって思い始めちゃって。うん。他のさ、なんか漫画だったりゲームだったりも多くて、結構、ね、ひどい感じじゃん、汚らしい感じじゃない。うん。このゲームの多く、ちょっとコロコロしてて可愛いよね。ああ。なんか、
殺してて罪悪感が出てきたんで、そろそろ別のところに移動したいね。うん。うん。まあ、もう、ほぼ焼き尽くしたと言っても過言ではないのじゃないかね。うん。というわけで、まあ今日は、ちょっと、大奥狩りはこの辺にして、一旦、うん、まあ、地下墓地に帰ろっかな、って思ってますね。いやー、うっかり知ってたけど、重量いってたね。あー、でも、いやー、やっぱ筋力上がったから、めちゃくちゃ稼げるようになったな。あー、まあ、誰か、あの箱は開けてくれ。わしはいらんので。あ、重量、どうかな。あー、まあ、勘も変わんねえな。あまあ、とりあえず、このまま、帰りましょうかね。いや、足おっそ。足おっせな。いやーさー、あっちの鳥沢がさ、やっぱ足速いんすよね。うん。足は速いし、泳ぎは速いし、筋力もね、結構あるんでね、50近くあったかな。うん。物も持てるしね。まあ、戦闘はできないけど、まあ、正直、あいつも戦闘させたらそこそこ強いんじゃないかな。武器持たせて戦ったら。ああ、まあ、武器スキル持ってないから、うん、命中するかどうか怪しいけど、うん、多分筋力も、まあ、生命力もね、うん。まあ、着こなしとかも、回避とかねえけど、着こなしとか回避はないけど、うん、多分、戦わせたらそこそこ戦えるんじゃないかなと思ってるし、このキャラよりは多分強いよね。悲しいことにね。いやー、しかしあいにくの天気だな。いやー、足遅せー。ビスクが遠いぜー。